皆さんこんにちは、オーシャン東京の高木です。今年のオーディションの新しいやり方はこちらです。ででん、1分間の動画、 PR 動画ですね。何度撮り直してもいいです。一番自分の中でこの1分間の PR 動画があれば俺はいけるぞっていう人、私はいけるぞっていう人を募集します。あと新しく作ったエントリーシートですね。いろんなことが新しく書き足してありますので、オーシャン東京の本店宮島宛てまで送ってください。7月31日必着ですね。新卒採用の募集人数は特に決まってません。いいと思った人たちだけ、それが何人でもうちとしては受け入れさせていただこうと思ってますので、全国の美容学生の2年生の皆さん、免許取れる見込みのある方だけですね。全国の美容学生の夢を、僕たちが作って夢を叶える場所をここオーシャン東京にしてもらえたらいいなと思って、このような決断に至りました。今ってコロナで、はい、他店とかって募集とかしてないと思うんですよね。オーシャンでは今年も募集するじゃないですか、はい、それはなんでなんですか？うちは今まで毎年行列をなしてオーディションをやってきたんですけど、その時に美容学生がオーシャンがきっかけで美容師になろうと思った、ここで夢ができたっていう人たちがすごく多くって、で今年はこのコロナの状態で新卒募集をされないところが結構多くって、僕たちはそれを夢を叶える場所を、ステージをちゃんと用意したいっていうのが一番の狙いなので、閉館が OK なんです。美容学校っていうのは大体1社しか受けれません。1社受けて落ちたらよその美容室を受けてください。うちとしては併願何個受けてもらってもいいです。どなたでも受けていただいて、受かってから辞退していただくのはこのご時世上しょうがないなと思っているので、全員誰でも何度でも受けてくださいっていうのがオーシャン東京の新しいやり方かなと思っています。オーシャンはどういう人だったら受かると思う？オーシャン東京として欲しい人材っていうのは、明るくて一生懸命な子、おしゃれじゃなくてもいいし、かっこよくなくてもいいし、可愛くなくてもいいし、何でもいいです。学ぶ姿勢が強い子っていうのは絶対上手くなるから、目の前のお客さんを幸せにしようって一生懸命頑張れる子だったら、うちは どなたでも受け入れます。高木さんが欲しい人材とか、本物の美容師になりたいっていう人は本気で欲しいですし、何人でも欲しいので、俺はもう突き抜けるぐらい本気で上がりたい人を全国から募集したいと思うので、全員何百人雇用が全員の動画を必ず僕も拝見させていただきますので、新しい夢の場所を作って、新しい夢を叶える場所はオーシャン東京というステージを用意しますので、俺は本物の美容師集団を作りたいと思ってオーシャン東京を立てたので、一緒にその夢を叶えられるような軍団にしたいなと思ってますので、暗いご時世ですけど、ちょっとでも明るいニュースになったらいいなと思うし、明るい時代を作っていくのは自分たちだと思ってるし、一緒に作っていけたらと思います。よろしくお願いします。